井戸川以子さんは兵庫県出身で詩の創作のほか小説も手がけます第168回芥川賞に選ばれたのはこの世の喜びよでショッピングセンターの喪服売り場で働く女性主人公とフードコートにずっと座っている少女の交流を描きました。まだ不思議なな感じじで、でででもすす。すごいいししみじみ嬉しいです少女に刺繍を進めるなら、そうですね。 まあじゃあ私の刺繍のするされるユートピアを進めますね井戸川さんは2019年優れた現代史に贈られる山口市の中原中也賞に選ばれています芥川賞とともに受賞した作家は他に川上美恵子さんがいますが中也賞を先に受賞したのは井戸川さんが初めてです中原中也記念館の中原豊館,館長は 井戸川さんは中夜賞の審査員からも期待されていた作家、中夜賞でこれからも詩のジャンルに限定されない新しい才能が発掘されていくことを期待していると喜びを語りました。